シーガル級北岡貴人です。村浜武之よ JSBA カーディナル級チャンピオンシュートボクシングの爆弾小僧村浜武之です。A1のルールと違いまして投げがあります。はい、5分1ラウンド4分1ラウンド計2ラウンドで行われることになっております。肘打ちはないとなしということになっております。まあ、本当に大きな特徴といえば投げがありまして、はい、柔道で1本というのがまあシュートなんですけども、 そうですね、それを重ねるとあの得点がどんどん減点されていくという、はいはい、そして最後は判定で勝負をするという形になりますけども、当然、はい、ノックアウトもありますね。はいはい、まあ、とにかくこの村浜選手というのを見てもらいたいんですけどね。はい、村浜選手を見ていただいて画面左側です。まあ、今日本のフェザー級いい選手たくさんいるんですけども、この村浜選手はですね、もう速くてですね、パンチ力がありましてですね、そうですね、はい、161センチと小柄な投げがあります。シュートシュートという声が今審判に上がりました。今みたいな本当に背中から落ちるやつですね、はい、0.5 点ですね。そうですね、 0.5 点、はい、ポイントで取られるという、はい、村浜に入りました。まあ、本当タイのですね、伝説のチャンピオンを持ち上げました。今みたいなのはちょっと不十分でしたけど、はい、シュートにはなってますね。でタイの伝説のチャンピオンのチョモンペットっていう選手、はい、ものすごいいい試合やつですね。あ、そうですか、はい、それで一躍この階級の中の日本人のトップ選手になってますね。はい、5月9日にエスカップファイナルという大会がありまして、チャンサクイニューイスタラにあーいいパンチですね。いいパンチです。あっと崩れた崩れた、ダウンです。さあ10カウントでのオーバーとなりますが、立ち上がることができるか。立ち上がりました、立ち上がりました。カウント7、ちょっと一瞬休んだんですね。これでそうですね、ワンポイント呼吸を強くなる。おー、見事に投げを打った。シュートという掛け声、素晴らしいですね。これがシュートボクシングですか。もう立ち技の総合格闘技っていうかですね、寝技はないんですけど、立ち技では割とルールは、ね、そうですね。おっと崩れた、ね、今度は来ましたね、はい、北岡、ちょっと膝から崩れるような感じがありました。シーザージムの内弟子って私で、ね、本当に、ね、踏み込みで、ほとんど一日ですね、シーザージムにいて、シーザー武史会長のもう膝っこみたいな感じになってます ね、 すね。右のローを見せました村浜武史です。そしてあ、右のローも見せていきます。素晴らしいコンビネーションです。村浜武弘です。戦績は15。膝崩れました。2度目のダウン、2度目のダウンです。またうなずいて上がってくるのか。青が上がってきます。素晴らしいファイト、場内から大きな拍手、観客のたくさんいる中で3連覇でも危ないですね。はい、右のハイ、そして左、はい、ミドルが行きます。そして投げを打つ、これが腰投げでしょうか。そうですね、はい、ちょっと不十分でしたね、今、はい、シュートになるには。そうですね、シュートの声はかかりませんで、タミングでストレート、そして肘、膝も行きます。もう手数も止まらないって感じですね、はい、右のロー。北岡選手もよく頑張ってますよね。頑張ってますね、はい、第1ラウンドは5分間です。ロー置いてみろ、ボディを見せた時からミドフック、アッパーは崩れた、ここで止めた、3回ダウンで、はい、3回ダウン、1ラウンドで3回ダウン、テクニカルノックアウト勝ち、村浜武大、見事にその実力をこの名古屋ドームの大観衆の中で見せました。村浜は11月9日の東京ドーム K-1 ジャパンフェザー級グランプリに出場もほぼ決定しているということで、もう間違いなく優勝候補ですよ。そうですね、顔見せという形になりましたが、これが3度目のノックアウトシーンです。右のストレート、2度目のダウンです。崩れ去りました。これが2度目、そして3度目、これが2度目になりますか。これが2度目のダウンということで、村浜武大が見事なテクニカルノックアウト勝ちを収めています。